さあ下がって下がって、ラインを越えないで。ちょっと、あんたの通り魔じゃねえだろうな。怖いの。なんだ、なんだ、止まれ、入っちゃいかん。はっ、失礼いたしました。まだ子供ね。あの部長、そこに女が。さあ平井、仕事だよ。あ、はい。Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.今は鎮静剤で眠らせてありますが、ちょっと異常な状態ですね。異常？ええ、相当混乱していて、記憶喪失の兆候も見えます。できれば精神心理関係の専門家に見てもらった方がいいでしょうね。精神心理の専門家。それと彼女のポケットにこんなものが入っていました。なんだ、カオルか。今忙しいんだ。忙しいって、今日は休診日のはずでしょ。今からそっちに行くわよ。俺は今から出かけるんだ。じゃあな。嘘ばっかり、バカ。残念だが今日の診察はこれまでだ。先生、やっぱりいた。厄介事はお断りって顔に出てるわよ。それでよく臨床心理士なんて仕事が務まるものね。色気だけの部長だっているんだからな。ふん。お前な、ずいぶん派手な車に乗ってるんだな。しかも男に運転させたりして。関係ないでしょ、仕事できたのよ。はあ、分かった、話は聞いてやるから、表の車だけは何とかしてくれ。体裁が悪くてかなわん。話はきちんと聞いてもらうわよ。はあ、私ちょっとお願い、少し時間がかかりそうなの。しばらくその辺を一回りしてて。ええ、そう、そうしといてくれる。じゃあ後で呼ぶから。さてと、見て。ん？身元は不明、死因は出血多量、犯行の目的はレイプか。ええ、今被害者の体内にあった残留精液の鑑定中よ。問題はね、現場で保護された女の子のことなの。先生にお願いしたいのはその子の治療。なるほど。これが事件の報告書、先に目を通しておいて。読むのは面倒だ、説明してくれ。長い話になるわよ。お前のおかげで俺には時間がたっぷりある。分かったわ。
お前は誰と話す時でもそうやって足を組むのか。え、まあ大抵は。どうして？さっきからチラチラと下着が見えてるぜ。ずっと見てたの？相変わらずピンクが好きなんだな。うん？抱きたくなる？さて仕事だ。聞かせてくれ。どこまで話したっけ？現場で保護された女の子の身元は分かったのか？現段階では女の子も身元不明。手がかりは一枚の写真。これよ。ん？京子？多分その子の名前でしょうね。確信はないけど。で、この子も被害者だったのか？分からないわ。被害者なのか加害者なのか。ただレイプされた形跡はなかったわ。それに気になることがあるのよ。なんだ？彼女の背中一面に傷跡があるの。ほとんどが幼少期のものらしいけどね。それと右肩には入れ墨が。バラの入れ墨が。幼少期、幼児虐待の形跡か。わからない、何もかも。だから先生にお願いに来たんじゃない。もし目撃者だったら事件解決の大きな手がかりになるわ。厄介な事件になりそうだ。どうも好きになれんな、ここの病院ってのは。病院なんてどこも同じでしょ。違う、特にここは厳重なことだ。当然でしょ。犯人が見てるかもしれないのよ。様子はどう？ずっと眠ったままです。鎮静剤はもう切れているはずなのに。そう、ちょっと外してくれる？はい。明るすぎるな。待って、先生。彼女は暗がりを嫌がるの。いえ、怖がるのよ。わかった。こんにちは。こんにちは、京子。君は京子だね。俺は純一、一応医者だ。京子、俺たちは君の味方だ。君の力になりたい。信じてくれ。ねえ、聞こえているの？おい、カオル。あなたあそこで何か見たの？見たのね。何を見たの？話して。カオル、やめろ。いや。どうした？落ち着いて。いや、怖い、怖いの、怖いの。大丈夫だ、もう怖くない。京子？違うのか？うん、うん、京子ちゃん、あっち行っちゃった。君は？サチ。サチ？うん。サチ、君はいくつかな？え？19歳。そうか、京子ちゃんどこへ行っちゃったのかな。わかんない。ねえ、さっき眠くなっちゃった。わかった、もう怖くないから安心して眠りなさい。うん。どういうことなの？あれって演技じゃないんでしょ？多重人格ってやつなの？乖離性同一障害、正確にはそういうんだ。私のせいで発病したの？いや、
今発病したわけじゃないだろう。きっと前から幸はいたんだ。しかし治療中に余計な口出しはするな。悪かったわ。でどうすればいいの？治療は可能だ。しかしここでは無理だ。え、まさか先生のところに移せって言うの？ここよりはマシだ。ちょっと待ってよ、そんなこと上が許すわけがないじゃない。こんな息の詰まる環境じゃ病状が悪化するだけだぞ。でも手がかりが欲しいんだろ。俺の診療所で俺の治療をすれば何か得られるかもしれない。分かったわ、移せるように説得してみせるわ。何とかしてみせます。相変わらず開き直るのは早いな。茶化さないで。その代わりちゃんと直してよ。俺は専門家だ、最大限の努力はする。信用するわ。こっちだ。うん。おやすみ。いや、ここにいて。わかった。ここにいるから安心して眠るんだ。約束よ。おやすみなさい。うん。おはよう。君は京子だね。今日は少し話がしたいんだ。いいね。京子、そんなに緊張しなくていい。ごらん。静かだね。時計の音と君の呼吸と、他には何が聞こえる？何か聞こえるよね。何の音だろう？心
ん？何の音？足音。足音？足音。それは自分が歩いている音だね。京子はどこを歩いているのかな。暗いところ。暗い道。一人で歩いているのかい。暗い道、ビルの間の。じゃあもっと明るいところへ行こう。光を探そう。京子。ああすまなかった京子、無理に考えさせて。誰だ。京子。違う。涼かも。君は京子でも涼でもない。君は誰なんだ、教えてくれ。陽子。陽子か。少し話をしてもいいかな。私も先生に聞きたいことがあんのよ。なんだい。ねえ、あのな。君はいつ頃から京子の中にいるんだ。お願い聞いてくれたら答えてあげる。いいだろう。見て、服を着なさい。はい、 IPC 日本支部です。え？はい、わかりました。どうしたの？死にました。誰が？病院。はあ、落ち着いて。例の病院で看護婦が殺されました。看護婦？例の京子の部屋付き看護婦です。行くわよ。あ、同じね。同一犯ですかね、やっぱり。多分ね。でもなぜ胸骨付きの看護婦が。すいません。